こんにちは、ミラママです。今日はね、ご飯の買い物を行くついでにミランちゃんと初めてのプリクラを撮ろうと思っているんですけども、プリクラといえば、何でしょう。はい、落書きでございます。はい題してミランちゃんとプリクラ撮影中にママが顔に、落書きが増えていったら気づくのか、ドッキリ、イエーイ。はい、ってことで、そんな感じでね、楽しくプリクラ撮影ができたらなと思っております。では買い物行ってきます。出発は進行、ナスのムカつけナスのぬか漬け、ナスのぬか漬け。今日はさ、ママのさ、ちょっと用事さ、連れてきてもらうんやけど、それ終わったらプリクラ撮ろうと思ってんねん。プラキュア、プリクラ、あ、間違えた。プリクラ、プリクラ、プリクラって知ってる？何？なんかお写真とかいつも撮るやろ、はいチーズって、はいチーズカシャって撮ったら、あのシールになってな、もらえるねん。やったプリクラさ、ちっちゃい頃に1回だけ撮った記憶があんねんけど、いやでも覚えてないもんな、もう初めてに等しいもんな。覚えてるわ。覚えてるん？誰と撮った？とか？ママとパパとアリカちゃんやったかな。アリカちゃん？誰やアリカちゃんって？ミナの友達やる。え、キュア？そうなの？あとは美容ゼンツとな。何それ？美容ゼンツ。美容ゼンツ？プリキュア戦ってるやろ、いつも。うん。そのやつのプリキュアバージョン。バージョン？そうな。みんなはね、まだちっちゃいからね、ちょっとね、プリキュアになられへんね。そうな。でももう大きくなったから、もうね、プリキュアになれるね。ママが言ってるのはプリクラな？プリクラ？落書きが増えていったら気づくのか。はい、こっちは、こっちは、こっちは、
どう？見て。ママの顔かわいい？かわいくないやん。なんだよ。だってそれかわいくないやん。バレた？いつ知った？さっきも見えてた。ほんま？ということでね、どうでしたか？初めてのプリクラ撮影は。あ、ちょっと楽しかった。ちょっと楽しかった？もう買い物とかもしてさ、夕方になっちゃったね。そしてママさ、ずっとさ、店員さんにさ、なんか香水みたいな勧められてさ、匂ってたけどさ、マスク外すのこれやから恥ずかしくてさ、ずっとそんな恥ずかしい。ずっとさ、ずっと今日はね、楽しい買い物もいっぱいできました。ヒランがおっちゃんにのお魚屋さんで白のチョコいっぱいもらってんな。ママ恥ずかしいからずっとマスクしてたけど、もうあっつあっつ。っていうことでね、次はなんかお買い物巡りとかしたいな。ママとデート楽しかった。またしたい人。